はい、モデビュー3続きからやっていきたいと思います。ただいま2年目の2月ですね。あ、もう12時間もやってるんだ。なるほど、結構やってますね。今月は結構いろいろと仕事あったんだっけあ、そう、ビジュ変えたんです。だいぶちょっと強めにと思って、ちょっと髪型ほんと買いに行こうかないやでもね、いいのはもう軒並み買っちゃったんで、見に行く、あのえって思うよ多分。もうそんなに本当にこれゆうたちゃん似合うなみたいなのは、そうなのよね、意外ともうないのよね。この人の髪型欲しいんだけどね、見てください。700円と安さなんですけど、なんかね、ツインテールだけはちょっと違うなと思ってて、違うじゃない、なんかこれはね、まあギリありかなとは。そうだね、ちょっとこれじゃあちょっとカート入れとくわ。一応、はい、でロングが、あーでもこれありか、あ、これ、あー、うん、なんかちょっと分け方だよね。あ、売ってんじゃん、この髪型。なるほどね。まあ、いつするかは分かんないですよ。いつするか分かんないですけど、まあ、いつか、するかもね、みたいな感じで、ちょっと買っときますね。あ、これとかすごい独特だよね。どういう形状みたいな。この髪色好きなんだよな。私、ポケモンとかでもこの髪をしたもんな、主人公。リアルでこの色したいなと思うけど、ハードル高めですよね。ファンキーじゃない？ちょっと。こんだけ買っときます。こんだけ人買っとけばね、今後まあ、着替えるたびに私髪型変えてるので、その時に、まあ、なんか合うんじゃないかな。髪色までも完全に気分ですよ。今明るめにしよっかなとか、暗めにしよっかなとか、さあ、とりあえずですよ。そうそう、ニコラ TV があるんだよね。あ、ここはツーショットもあるのか。ロックでバッドなスクールガール、私じゃん。それってもうそのまま私ってことでいいんだよね。スクールとロックってでも難くないですか？スクールとロック。まずスクールいきますね。スクールでロックか。もう結局スクールってなるとこういうのになっちゃうよね。あ、まあこれでちょっと身につけてる相手、まあ全部ロックだよ、イエーイみたいな。OK、それでいくわ。それでいきます、制服は着てるけど、でもほんとなんかその他のもの全部ロックだから、ウィーみたいなね。そうね、ロックっぽいって言ったらやっぱこっちかなと思うけど、なんか、ちょっと待って、足出しときたいなって。え、嘘でしょこれだけはないよね。何今の、信じらんないんだけど。これ何枚羽織るのって感じだからちょっといらないですね。え、待って、意外と無理かも。意外と無理かもしれない。あー、まあ、これつけといてもいいんじゃない。あ、見える。見えやすいですね。これじゃない、やっぱロックーマンだからね。ロックーマンこれ。柄悪い。柄悪いね。でもこれこそでもロックでバッドな感じしない？どうよ、いいよね。ほら、喧嘩上等って感じだよね。いいじゃん、ぶっ飛ばしてやるみたいなね。どうしよう、これでなんか意外と背景可愛い感じだったら死ぬよね。さすがに死ぬよね、ちょっとね。
ちょっと怖い感じであってくれ。なるほどね。悪くはないわね。悪くはないけど、ちょっとなんかそのバット感が弱いというか、なんか表情とかちょっとね、柔らかすぎ。もっとなんか、はぁみたいな。ねえ、なんかもっと、ね、やんのみたいなね。背景本当にこれだけ？なんかもっとなんか、これ今これなんだ。すごいね、なんかね、全体的にやっぱこの辺ね。すごい。これ以上ちょっと不良っぽいよ。とても不良なんじゃないかなって。スタンプにさ、なんか、クールで、そうだね。稲妻走らせとこうよ。私、静電気少女なのみたいな。私も静電気がさ、ひどくて、何の話っていう。本当に危険なんじゃないかってぐらい静電気がすごくて、本当に。なんだろうな。一応分かりやすくのだと、充電器とかのコード触った時にバチンってなって、これは寝起きで触ってバチンってなって、ちょっと光りましたかね、ちょっとそのバチンがね。どうですかこれ。はい、お仕事楽しんでる？まあ、楽しんでなさそうに見えるってこと？まあちょっと否定はできないわね。仕事だからね。一応楽しいばっかじゃないですよね。まあでも 理想ではあるよね。楽しいだけで仕事をするっていうのはね、難しいですけど。どうする？そろそろメンズ、いやでも3年目入るまではなと思ってんだよってなると、かのんちゃんとかゆめちゃんがもう行けないっていうちょっと罪なので、かのんちゃん何それ、コミュ力か、まずいね。なんか意外といけなくなってきてる。応援で発声練習はちょっと良くないんじゃないかなって私思うんだけど、どう？うるさくない？ウィーフがね、昼間、まあ、ちょっと、何あの人？にはなるよね。さあさあさあ、とりあえず2週目もどっちからやる？通所から行く？通所から行こうか。そうだね、イベントごととしてはニコラ TV の上ですからね。じゃあ通所行きます。運命のカーデンに会いました。カーディガン大事だよね。あ、なるみちゃんじゃん。はい、スカートかな。スカートとカーディガンを使ったこと、嘘、そんなに雑なテーマでいいの？そうなんだ。じゃあとりあえずカーディガン。でもカーディガンってさ、そもそもですよ。カーディガンか。カーディガン結構ハードル高くないですか？その、かわいいのってなると。とかカーディガンでここに入るのか。うわ、どうしようかな。なんか地味だな。私前空いてる方が好きなんだけど、あ、でもこういうのもちょっと使ってみたいみたいなとこあるかもしれない。私白で行こうかな。白で行くから、どうしよう。スカートじゃなくすればよかった。どう？攻めすぎ？これまた暑いのか寒いのか分かんないって。でも攻めよ、ね、攻めよ。やばい、超無難コーデになると思う。なんか本当にゆうたちゃんみたいなぐらいちょっと無難になると思う。
バッグ持っちゃって、アクセはそうだね、これつけちゃって、耳元ももうなんか本当にナチュラルでいこう。ナチュラルなのかな、ナチュラルではない。じゃあこれぐらいで、そしたら髪の毛振り乱していきたいから、これでちょっとインナー着てないからちょっと地獄だから、ちょっとインナーを、うーん、白にしろってちょっと、まあでもありっちゃありだよね。ちょっと待って、下半身ダメ、下半身終わってるって。さすがにちょっとパンプス靴下っていうか何か履いとこう。さすがにちょっと攻めすぎて、あのほんとわけわからないことになってるから、これぐらいのが落ち着くかも。うん、これでいきます。はい、そう、問題よ、彼女が問題よね。うん、とりあえずカーディガンどうする。もうほんと全然違うのにしてもいいけどね。うん、もうせっかく通所だからね、ちょっとあえて同じ系列の使った方が、まあ、まとまりはするよね。うん、この色に対して合うのって何でしょうね。え、むずくね。あ、いいじゃん。なんか落ち着いてるね。うん、彼女落ち着いてるよ。スカートね。私ちょっと足出しちゃったから、攻めの姿勢でね。うん。え、ちょっとね、あの、バグってると思うんですよ、いろいろと。大丈夫ですか？あの、ほら、見てください。バグってますね。うん。なんか何個か前の動画のなんかその写真撮った後の足がバグってたみたいで恐怖でしたね。うん、まあ、でも絶対バグるんだけど、なんでえ、待って、何履いてもバグるんだけど、何これ、怖い、何これちょっと待って、カーディガンを一回外してあげればいいのかな。え、なんで、あ、ダメだ、外したとってこうなる。ごめんなさい、これどういうことでしょう。あの、一応アップデート来てましたけどね。アップデートではちょっと対応しきれなかった部分かもしれないですね。うん、まあ、しょうがないですね、致し方なしですよ。うん、ちょっとびっくりですね。うん、ちょっと基本と仰天ニュースって感じ。あ、いいんじゃない、なんか。あ、でも、何この色。まあいいんじゃない、はい。バッグ変えようね。なんか一緒だとちょっとなんかつまんないですから。まあいいんじゃん。はい。アクセね。まあ、アクセ以前の問題なんだよね、彼女の場合ね、今ね。体がね。なんかぐちゃぐちゃですから、うん、え、これ治るのかな、大丈夫、はい、ダメだ、なんか、え、これさ、なんか入れるにしてもはみ出てんだよなね、カーディガンの中に入れ、カーディガンでも中に入れないと思うんだけど、本来。入れるにしてもちょっとはみ出てるし、入れないにしては透けちゃってるし、どうしようね。ほら、なんか生地大爆発って感じだね、これね。大丈夫？ゆうたちゃん普通なんやけどな何の差なんでしょうね。わかんない。レイアウトでは綺麗になってるかも。じゃん。もうね、腕もおかしくなってきてるからね。大丈夫これ。ちょっと待って。私のポーズはいいわ。私のポーズはいいから、彼女とポーズ変えよう。ね。ポーズ変えてあげればなんとかなるかもしれない。あ、ダメ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 。ダメ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 。横向きは絶対。あ、ダメ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 。
どうしようもない、救えません。ごめんなさい。私彼女を救おうと思ったんですよ。救おうと思ったんですけど、ちょっと無理でしたね。運命のカードで出会いました。出会いました。森。だって出会ったんだよ。あ、待って、こういうの、こういうの結構映えじゃないの。あ、かわいいじゃない。ね。わーおみたいな文字欲しかったな。あ、これにしよう。もうそれ人たちもびっくりした。え？みたいな。これにします。はい。大丈夫ですか？ガチ参考になります。強くない？ガチ参考になります。まあ、ガチなんだよね、やっぱりね。なるみちゃんごめんね。なんか私が悪いわけではないんだろうけど、なんかごめんね。謝っとく。本当ごめんね。まあ、そういうこともあるよね。あってはいけないんだけどね、本当はね。アイカちゃんいけますね。ああ、アイカちゃんいけるんだ。でも、なるみちゃんいっとこうか、とりあえずね。今の流れでね。流れを組んでいこう。キックボクシングをすることになった。アクティブね、なるみちゃん。負けないわよ。かかってきなさい。あら。本気でやりよう。ね。ヘトヘトになるのは、それはね、疲れるだろうね。そう、やっぱ、さすがだね。やっぱ野生だね。どうしてそんなパワフルなんですか？遠く離れた島で生まれ育って、ずっと他の人よりも、距離的にハンデがあったの。だからその分、負けたまるかって気持ちが強いんだよね。なるほどね。強いわね、彼女。次アイカちゃん出たら行こうね。さあ、じゃあニコラ TV 行きますか。いや、ニコラ TV はテレビ局行っちゃおうかな。何の仕事でしたっけ。テレビ局は、そのロケだ。ちゃんとロケっぽい格好しようね。はい。ジャケットとパンツを使ったスポーティー。見なよ、この姿を。スポーティーの素の字もない女よ。あ、そう。スポーティーか。ジャケット、まあ、絶対これだね。まあ他の色もありますけど、あ、でも紫とか結構可愛いかもね。でも紫って使いづらくない？でもパンツなんだよね。あ、でも意外と、まあ何とは言いませんけど、なくてもいいかな。意外とありじゃないですか。わかんないですけど、意外となんかそのロケって感じはする。ロケ感はあるよね。あ、いらない、いらない。マークセだけはつけさせてごめんなさい。僕腐ってもモデルなのよってちょっとアクティブっぽい感じのアクセにするからって。アクティブっぽいアクセって何でしょうね。ちょっとわからないですけど。ブレスレットはちょっとバングルがちょっと違う？いいんじゃない？つけても。はい、どうぞ。まあでも悪くないですよ、今回のこのコーデは。何のロケかにもよるけどね。スポーティーな服を着たのよ、だって。あ、スケート、合ってる合ってる。スケート場ならいいね。滑れるのかな。まずはそこだよね。やっ
っぱりすごく滑るな。でも慣れてくると楽しいかも。景色もいいし気持ちよく滑れそうですね。自分は何度も転んでしまった。滑れないのね、私と一緒、うん、ちゃんと滑れてますよ、そういうこと、うわ、なんか無難なコメント、どうしようかな。はい、いいんじゃない。まあ、これぐらいがなんか夕方番組のロケって感じでね、いいわよね。は？とさこさん、ちょっとよくわからないです。美味しいものたくさん食べたい、何が？ちょっと待って、ごめん、本当にわからないな。食べ物ロケだったらわかるんだけどね、これ食べ物ロケじゃねえのよってね。悲しい。わかんないよね、これ食べ物ロケと思われた可能性もあるよね。まあ、ないんだけど、そんな可能性絶対に、うん、そっか、何だったんだろうね。さいかちゃんですよ。はい、もうディナーにやってきた。はい、私のお気に入りなんだ。いつも家族と来たり、お仕事関係の人と来たり、モデル仲間を連れてくるのはゆうたちゃん初めてなの。あらあら、嬉しい。モデルに友達なんていらないと思ってた。強いわね。だってモデルは競争社会だし、誰よりも優秀でいないと生き残れない。確かにね。ライバルに勝つことばかり考えてトップでいることにこだわりすぎてたんだ。あら。ね、作り上げる大切さとか、仲間を思いやる気持ちとか、いろんなことを学んだ気がする。ほら。友達になってくれない？だから僕に友達だと思ったんだけど。難しいよね、やっぱね、大人になってからの友達って本当に難しいから、やっぱり。あら、笑顔。ハッシュタグ女子会モデル友達、ハッシュタグ、ハッシュタグ、ハッシュタグ友達の友達の基準、ハッシュタグ友達の基準むずい、これもなんかちゃんとしてません？ハッシュタグ友達の基準むずい、いいね、はい、いむずいですもん、本当に冗談じゃないって感じ。割とありますよ、こっちが友達と思ってたらちょっと違ったみたいなパターンね、うん、さあラストはあれですよ、ニコラ TV ですよ。誰がゲストで来るんだろう今回は。ゲスト少ないからな、あの番組な、割と振り幅狭めですからね、うん。ヘルシーご飯って書いてあったよ。嘘でしょ。切れ気味。嘘でしょ。何よ。カジュアル？ストライプ？あ、出た。これ使うときは来たんじゃない？また。ね、やっぱ定期的にこれ使いたくなるから私。これ使います。なんかちょっと弱くない？なんか弱くない？なんか弱いよね。どうしよう。まあでもいっか。これでいきます。で、私がしたいようにしていこう。ここは。そうね。これかな。
ちょっといい女感出そうとしてる。いや、いい女なんでね、ゆうたちゃんはね。誰に何て言われようと。バッグいらないよね、さすがにね。この星かわいいよね。大きい星よりかわいいと思う。で、ネックレス。まあ、これかな。ね、浮いてんのよ、ほら。ダメダメ。浮いちゃうのはちょっと本当に。あ、やっぱコーヒー持っていこう。やっぱ、それぐらいの感じだよね。よし。コーヒー飲みながら食べろよって。あ、愛花ちゃんとなった。コーヒー持ってこなければよかった。はい。ヘルシー志向の二人ですよね。嘘だろ。ゆうたちゃんヘルシー志向か？そうね。何食べてんの？豆腐がたくさん入ったサラダ。あー、地獄だね。うわ、地獄だね。どっちも食べてない。玄米ご飯よりも白米派なんですね。野菜たっぷりスープ。私、スープの概念そもそもそんな好きじゃないのね。じゃあこっちにしとくよ。ね、ヘルシーなもの食べれば心は健康にならないよ、別に。ねえ。美味しいものなんていうのはカロリー高いんですから。ふん。切れすぎじゃない？個性的でいいね。ありがとう。切ないわね、なんかね。お疲れ。はい。本当に参考になった？玄米って普通じゃない？すごいね。そのスタンスでさ、ヘルシーなもの食えるのマジで尊敬する。私もね、食べようと思うんだけどね。なんだろうね。満足感のなさ。その結果結局嫌になっちゃうんだよね。そうね。とりあえず、何かあげとくか。チャーミングあげとこ。やっぱチャーミングだよね、私っていう。でもこれであれか、2年目は次でラストか。早いもんですね。これで、もう3年目ですかね、次ね。はい、3月。なんか終わりが見えてきちゃった感があるね。2年経つとね。はい。何ですか？あ、そっか、ショーがあるんだ、3月だから。そっか、そっか。ショーね。頑張ろうね。ちょっと絶対可愛い感じで、ちょっと戦いたいよね。そうね。多分ね、今月、じゃ今年のランキングは多分ね、2位か3位よ。予想ね。で、多分その次で1位やっと取れたね、みたいな流れだろうから。ね。はい。ということで、この辺で終わりたいと思います。バイバイ。